コブレンツはドイツ連邦共和国の都市である。ラインラントップファルツ州に属する。人口は約10万人。コブレンツとも表記される。モーゼル川とライン側の合流点に位置し、河川交通の要衝である。モーゼル川がライン側に注ぎ込む箇所はドイチエスエックと称される。ドイツ騎士団が1216年より後に、この地に、 騎士団の建物を創設したことに由来する。ワインの取引のほか、そのライン川沿いの景観から観光業も発達している。近隣の都市としては、ライン川沿いの約5 0トル北西に、ボン、8 0トル北西に、ケルン、6 5トル南東に、マインツが位置している。モーゼル川を南西に、約9 5トル遡ると鳥屋に到達する。 また、1 0キロメートルほど東には、温泉地であるバートエムスが位置している。紀元前8年前後に、ダイドルススによって、ローマ帝国の中屯地としてこの地に、カストルムアプドコンフルエンテスと称される城塞が築かれた。コブレンツの名は、ラテン語コンフルーインツに由来する。このラテン語名は、ガリア語金デートの直訳借用語かもしれない。鳥で近くに、 商人の集落も形成されたが、古代末期に破壊された。中世には鳥居や大使教領の下で繁栄し、ハンザ同盟にも加盟した。フランス革命において、フランスの支配下に置かれる。19世紀前半、ウィーン議定書の取り決めに基づき、後のドイツ帝国の中心となる、プロイセン王国の支配下へと入る。ローマ皇帝、テベリウスの時代に、 ローマ軍の駐屯地が置かれ、フランク族の侵入を受けて、約5.8ヘクタールの土地を囲む強固な壁が築かれた。その後の防御施設の強化は駐屯の継続性を可能にした。5世紀にローマの城塞が放棄され、フランク王国メロビング町の王宮が建造された。863年剣道の聖カストル教会は、 後の死の発展を方向づけた。死の地形に根本的な影響を与えたのが13世紀70年代、80年代のライン側方向への拡充である。これによって地域は約42ヘクタールにまで広がった。教会組織上、コブレンツはフランク王国の時代以来、トリーア大司教管区に属していたが13世紀半ばにトリーア大司教が 君主の地位を占めていた。13世紀後半には2回目の都市壁構築と地域内での大司教場建設との関連で、大司教と市の間で激しい対立が生まれ、市民側の敗北に終わった。14世紀に新しい市民グループが市の指導層に参入し、三神人団と並んで参事会が設置されたが、大司教の支配的地位に揺るぎはなかった。 1302年には、主事の両方国家に属する諸都市を一つにまとめ上げる、中部ライン都市同盟が、コーブレンツ、ボッパルト、オーバーベーゼル、アンダーナハ、そしてボンの間に成立し、後にはケルンもこれに加わった。ライン側とモーゼル側の合流地という、恵まれた土地ゆえに中世初期以来帝国の重要な会議の場となり、大事件がここで発生した。 例えば、842年、ベルダン条約の予備交渉。860年6月5から7日、カロリング町3王の和平交渉。1138年2月22日、ホーエンシュタウフェン町コンラート3世のドイツ王への選出。1198年9月8日、水を抜いた、モーゼルの川床で行われたホーエンシュタウフェン家、フィリップ・ホンシュバーベント・ベルフェン家。 オットー4世との戦闘。1338年ルートビヒ4世が開催し、イングランドとフランスの仲裁をした、宮廷会議。マクシミリアン1世が1492年1月1日に開いた、帝国会議など。30年戦争、1688年のプファルツ、継承戦争、フランス領時代を通して繰り返し防備強化、部分破壊、防御施設撤去。 再建がなされた。第二次世界大戦中の死の中心部分の破壊は85%に及んだ。ドイチェスエックにはドイツ帝国初代皇帝であるビルヘルム一世の騎馬像が建てられた。第二次世界大戦に際してアメリカ軍に破壊されたが1953年に再建された。ライン側とモーゼル側が合流するドイツライン側西岸のマチコブレンツ。 ここから 65km 南のマインツまでの区間は世界文遺産に指定されている。ライン下半からザイルバーンで対岸のエーレンブライトシュタイン要塞に渡ることができる。トゥース・コブレンツがコブレンツを本拠地とするサッカークラブである。2006年、クラブ史上初のブンデスリーが昇格を果たした。ありがとうございます。